散々フラストレーション溜めてくれやがって、ゴールぶっ壊すくらい叩き込んでやる。くらえ！若すぎ！ありえねえ、ゴールに頭突きとか人間技じゃねえだろうが。すげえぞ精霊、ラストは完全に別格だ。変わるか。いえ大丈夫です。危険にしろやクソ野郎ども、俺に打たせろやシュート。おい鏡、ダメだこの場が聞こえてねえ。ま、血の気の多さはいいことなんだけどな。多すぎだっつの。はてめえ、いい加減にしてください。んだとキノコ。鏡くんがディフェンダーを引きつけているから先輩たちが攻めやすくなっているんです。拗ねるところじゃないでしょう。あと、あそこ見えますか。遠野、今日の試合内容は青峰君にも伝わるはずです。というわけで、頭が冷えたら宣戦布告をお願いします。冷えた頭でするこっちゃねえだろう。けど任せな、叩きつけてやる。いいコンビじゃないか。やべきた、内科じゃないか。おこういう時、クロコの性格は助かるけどな。よし、やってやる。どけよ、バカ野郎。遠のことはいらなかったんじゃねえの。そうかもしれません。くそっこら！